クソクソクソ、どいつもこいつもクソばっかりだ。あなたはここで何をされているんですか？何をって、別に何もしてねえよ。ついこの間失業してアパートも追い出されたんだからな。それでしたらこれから飛信の会の施設にいらっしゃいませんか？あ、飛信の会？飛信の会とはいわゆる新興宗教の団体だ。この女、五木島はその教団の事務長とやらをやってるらしい。つまりこれはホームレスの救済ボランティアに見せかけた勧誘行為つうわけだ。いえ、信者になれというわけではありません。あ、私はあなたを飛信の会の教祖として迎え入れたいのです。飛信だかなんだか知らねえが、要は間抜けどもを言いくるめて金を巻き上げようってことだろ。まあ今はこの女の話に乗っかったふりをしておこう。のここが私の部屋です。今この部屋で焚かれているのは儀式にも使用する大乱光。その効果は人の心を、その欲望を素直にさせるというものです。確かにこの感じなら顔を見られるってことはなさそうだが、本当に大丈夫なのかよ。あれか、はい、こりゃとんでもねえ上玉じゃねえか。あの胸、尻、いかにも両家の婦人ぶってるが、これだけの体だ。教祖様、本日は貴重なお時間を割いていただいてありがとうございます。私、吉野彩香と申します。くそ、マジか。のそれで私に相談したいことというのは何かな？はい、その、実は夫との関係で悩んでまして。彩香の悩みとは要するに、夫が飛信の会を信じていないこと、それを心が通じ合っていないなどと言いやがる。吉野さん、あなたの本当の悩みはご主人との性生活への不満だ。しかしその気持ちは汚れですよ。そんな、私はどうしたら。ではまずは吉野さんの魂の層を見よう。そこに横になりなさい。はい、お願いいたします。さて、そろそろ彩香以外の女でも食ってみるか。あ、あれはの価値を理解できないクソな世の中によって職と家を失った俺は、ある日謎の美女五木島と出会い、新興宗教団体飛信の会とやらの教祖に仕立て上げられたの。頭の緩そうな若い娘を見つけたのだった。さくらるいさんね。あんた誰？私はこの飛信の会の事務長をしている五木島。あなたを勧誘してきたうちの信者から聞いたのだけど、あなた今日泊まるあてがないって本当かしら？それはそうなんだけど。安心して、警察に通報なんてしないから。むしろここの寄宿室に泊まっていかないかしら。お、本当に？やった！さあ、ここよ。好きに使って。まったく、
最近のメスガキは発育が良くってたまんねえぜ。なんか変な感じ。お？あのおじさん誰？私は飛信よりこの貝を預かっている者、平たく言えば教祖というところだ。教祖？この部屋から良くない気配を感じてな。寂しさのようなものだ。寂しさって意味わかんない。若いうちの寂しさは時として大きな不幸を呼びかねない。心の中に溜まっているものを、辛さや寂しさを吐き出すといい。さ、ルイの悩みとは要するに単なる両親への反発だった。ありふれた話しすぎて全く感想など浮かばない。だが父への思いは違うようだ。もっとパパと話せれば、少なくともパパだけは私の味方になってくれるはずなのにな。ならばここにいる間は私を父親だと思うといい。ないない、おじさんパパと全然似てないもん。ルイはいい子だな。自分の思いを素直に言えて偉いぞ。パパ。処女を食った日からルイはずっとここで暮らすようになった。今は明るく教団の雑務に従事している。意外とそそるものがあるな。一気に求心力を失った教団は瞬く間に信者を失い、やがて解散の憂き目にあった。やり直したいですか？